これ受け取らないって選択肢はないのこれ。どっちもいらねえ。どっちもいらねえ。もうチンカチがないんやけ。荒野行動会の虫、どうも、コウトルでーす。はい、そんな、荒野行動会の外注からですね、今回やる説なんですけども、僕、大事なこと忘れてました。引き直しガチャというものをご存知でしょうか。東京グルガチャ引いてるともらえるというやつというやつです。これなんと、ガチ結果気に入らなかった時に、このアイテムを使うと、なんともう一回ガチャが引けてしまうというね。で、そのガチ結果気に入らなかったらもう一回引き直しができてしまうという。超絶神ガチャよ。ありがとうございます。いつもありがとう、荒野行動。で、説明文をご覧ください。4月3日前有効。本日4月3日です。しかも11時です。危なー、死にかけたわ。教えてくれたやつ、シェイシェイ。くっそ危なかったわ。完全に忘れてましたんで。そうはならんやろ。なっとるやろがい。ということで。というわけで、今回の説はこちら。引き直して時の炎を引く。決勝します。時の炎だけ出ませんでしたから。永遠コラボですね。そう。今、永遠コラボ中なので、今、永遠の車を手に入れれると。で、この子だけ永遠コラボできなかったのね。こいつは引けばコンプと。そのための引き直しカードだったのね。ガチャの神様、ありがとう。俺にチャンスをくれてありがとう。すべてのものにありがとう。お願いします金剣の神が敵になったわ。もう何回この神見んだよ。あれ？これでも金剣持ってないの気のせいなんじゃないか。俺持ってたはずだよね。気のせいじゃなかった。まあ、引き直しなんで、一回引いちゃえば、あとは全部それを引き続けるだけなので、最初の金券だけでいいわけです。なんか上からぬるってきた。はい、ありがとうございますと。また出てきたね。友情出演。メモからペーストと。メモからペーストに行き。これ1200金券で引くじゃん。それに対して引き直しガチャを使うと。で、それが気に入らなければ、それに対してさらに引き直しができると。なので最初の10連だけは払えばいいのよ。わかる？わかる？ほぼ無料で弾けるってわけさ。いけー！あれでしょ？ちょ、あ、あれ？ん？俺はもうガチャを引くことも許されないか、俺ちょっと。は？おいおい、嘘でしょ？俺何のためにか、ああ、許された。ありがとうございます。お？なんでしょうか、今のは。うわー、次 900！ まあ、けどもう次の引き直しだけで何とかなるからもう、不要な割引だ。見てください、皆さん。完全なるゴミみたいな結果。ですが、このガチ結果は気に入らないので、もう一回引き直すことができますわ。どっちもちっす。でも大丈夫、これの引き直しを。はい、引き直しを？あ？毎回課金しなきゃいかんの、これ。ちょ、課金ガチャ引くために使えるってことかよ。もう無料じゃないじゃん。え、この中から引かなきゃいかんの、これ。どっちもらっても一緒やないかい。メクソ、鼻クソ。どっちのメクソ、鼻クソが欲しい。うんこと、うんこ。こっちのうんこにするわ。ありがとうございます。うんこを受け取りました。ただ900金券でいけますから。ね。あ、金券ないんだった。上から煽り散らしてくんの、あいつ、原田さん。メモペーストに行け。また出てくるんでしょ、俺知ってるから。こんにちはと。皆勤賞ですね。ただこの900金券で引いてくよ、俺は。マジで負けねえ。大丈夫、まあね、ここで闘技の方のを引いていけばいいわけよ。まあ大丈夫、これもね、ダメ、こんなクソでも引き直せるから。おい、引き直した？あと46連ぐらいあったよな。皆様、引き直しガチャなんですけども、調べたところによると、なんと、引き直し単発の方に46個持ってるらしいです。これ交換機能があったらしいんだけど、この一連のやつ、これ46枚、10連用と交換しなきゃいけなかったみたいです。綺麗そう。さっきの1200金券返してくれよ。とりあえず一連ずつ引き直していきます。はい。一応、永遠コラボ出ましたね。ありがとうございます。はい。永遠コラボじゃないですね。うんことうんこ。うんこ味のうんことうんこ味のうんこと。ありがとうございます。受け取っちゃいました。これ受け取らないって選択肢はないのこれ。どっちもいらねえ。どっちもいらねえ。もうチンしかないんやけ。受け取らないようにしたよね、これね。まあどうしても受け取らなきゃいけないのでこうなっちゃうんですけど。はい。フリーランニング。なるほど。ありがとうございます。そして次。はい。はーい。引き直して何？ガチいらねえ。なんでこれ？偵察隊女。俺、女、好き。俺の財布がファイヤーよ。俺の財布が火の車。まだ引いていくぜ！おい！ハウエバー。
グレーのテルが出たところで、まあ、そんなほうれい線ゴリゴリのグレーのテルと、うんこと。うんこと高級うんこよ。さあ、そしてここで、まあ、どっちでもいいの飛ばしていこうか。はい、飛ばすやつですね。おい！ゴブリンバット出てきたわ。ゴブリンバットゴブリンバット、じゃあ、オッケー、ゴブリンバットとハンググライダー。ゴブリンバットでええわ。サノスケな。ヒッテンミツルギスタイル、ヒッテンミツルギスタイル、お取り寄せー、お取り寄せー。お前引き出すって意味か、これ。引き出しがちゃってよ。変なもん取り寄せんなよ。テングマスクと、ちなみに翔くん出すぎて、ノーラで前回になったので、もう二度と翔くん出てほしくないですね。わかりますか、この気持ち。犬の気持ち。悔しいですよね。パラシュート金銀族、こいつを今日はいっぱい見ることになりそうですね。はい、ゴブリンバット、ゴブリンバットもいっぱい見ますね。また出ましたね。親の顔より見たゴブリンバット、大ジャニー、テングマスク、もうテングマスクが一応、おい、グレーのタイル、ほうれい線ゴリゴリいきましたね。ほうれい線の申し子、そしてダイヤが多いか少ないかだけや、これ。何これ。どっちも少ないクソな。うわぁ、なんでこんなことなんねん。ちょ、運化せんけ。はい、ゼブラマスクに、うわぁ、てめえ、お前だけ出るなっつったよな。これもうゼブラマスクにしようぜ。なぁ、腹立つから。うん、冷静だった。これさぁ、ほんとさぁ、パワハラだと思うんだけど。ピーケファイヤー。ピーケファイヤーと、パーフェクトファイヤー。色違いですかね。2P カラーみたいになったらいいんけ。はい、3P カラーですね。うわうわ、ちょっと、お前も持ってんだよ俺。なあ、知ってる、俺お前持ってんの。俺お前持ってる。されこっから。ちょっと待って、鼻かんでいい。ごめん、鼻が、あ、バカじゃん、何やってんだよ。引き直さなきゃいけねえだろうがよ、今んとこよ。引き直しの権利を失った。超草壁欲しいやつみたいになっちゃったよ。あ、間違えた、ジュレ引いちゃった。ちょっと、それは嫌だ、僕は嫌だ。もういらないって、もうやめましょうよ、命がもったいない。ゼブラマスクもいいわ。おい、はぁ、ゼブラマスクを引き直しただけ。デジャブですね。影の代理人に力士や。そしてで無駄な選択肢じゃないけど、これは間違いなく無駄な選択だ。こっち。どっちでもいいわ。無駄な金券でした。あと何ら引き直していけるんだろうね、これ。ハンニャマスクに。ゴブリンバットはもうええで。もうサノスキしか喜ばんやろ、こんなに出ても。パーペキ人形もういいで。ちょっとさ、なんでこんな車出ないの？俺の運がなさすぎるだけ。なさすぎるだけ？パーペキ人形取らせたい運営とパーペキ人形取りたくない子も取るな。方向立て対決よ。俺は取りません。リュック戦術を取ります。ね。パーペキ人形、もうワンツースリー全部揃ったよな。ワンツースリー。パラシュートワンタン。ワンタンに、ワンタン。なんだこれ。本当の引き直し。同じもの引き直しただけ。俺が犬好きじゃなかったら今大パンしてた。女の頭髪を手に入れましたね。これ落としたらどうなんだろう、もう腹立つから。もう見なかったことにしてやりたい。これで一回もう一回荒野行動を起動していくと、これどういうガチャ結果になるんだろうね。ちゃんと選べる画面に来るのかな。なあ、どうだと思う。はぁ、おい、返せよ。あ、どっちもよかったら、まあ、いっか。まあ、いっか。じゃあ、行こうぜ、行こうぜ。まだやるよ、俺は。この引き直しがある限り、俺は引き続ける。もうやめようかな。頭おかしたらこれ。
頭おかしだろ俺。おい、何回に記事やってんのこれ。あれ、いや、ちょっとその引き直し消えるよ。お、嘘でしょ、何これ。タラタラ単発で2機種を引いただけ。結果発表、タラタラ2機種を単発で引いただけ。以上、コメントでした。チャンネル登録者、ツイッターでした。ご視聴ありがとうございました。ツイッターで検索されましたので、ぜひツイッターをしてくださいね。